ちょっとさ、皆さんに聞いてほしいことがありまして、前回ですね、130連、エナナンガチャを引いたんですけど、エナナンを引くことができなかったんですよね。サンリオガチャでね、エナナンがね、限定の来てて、引くことができなかったんですよ、130連やって。で、その後、ちょっとね、やっぱり引けないの嫌なのよ。引けないの嫌だったんで、どうしても欲しいってなって、130連も引いてるんだったら、まあ、なんとか天井いけないかなと思いまして、ちょっと調べたところですね、ガチャチケット10枚、限定のやつ持ってたんで、天井が300連なんですよ。で、10連分、100連分かな、補充すぐることができるんですよね、チケットを10枚使うと。なので、あと70連引くと、エナナンが天井でもらえるっていうことを、知りましてですね、なんと、見て199連まで貯めてきました。しかもこれ課金してなくて、もう自力でね、もうやってない曲バン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 やってね、めちゃめちゃね貯めてきました。もう大変だったよ。最近だってプロセカしかしてないもん。ということで皆さん、あと1連分やるとね、200まで貯まって天井いけるということで、引いていきたいんですけど、ちょっとね、皆さんに言わないといけないことがあって、こちらですね、前回出てなかったと思うんですけど、なんと、トウヤくんが、動画外で出てくれましてですね、動画外のトウヤくんが出てくれまして、動画外のトウヤくんが出て、ポチャックポチャックがね、可愛いってみたいな話をしてたと思うんですよ。アキトくんの目がめっちゃいいみたいな話してたら出てきてくれたんで、これ嬉しいんですけど、エナナンじゃなかったんだよね。だからね、天井行きたいと思います。じゃあめんめん、じゃあいきます。正直ここでエナナンを一連で引くことができたら、天井分は他のキャラに回せるのよ。だからここでエナナン頼む、お願い、頑張ったんだよ、200連まで行くよ。エナナン信じてるよ、信じて、違う。まあ、ひとまず、200連まで貯めたんで、交換していきたいと思います。こちらね、今300ってなってると思うんですけど、なんとチケットを使うとですね、あれちょっと待って、チケット、あ、びっくりした、びっくりした。ちょっと待って。ごめん、今めっちゃ素の声出た。いや、こっちだったからさ、なんか交換できないんだけどと思ってさ、俺見間違えたかと思ってさ、もうやばかった今、心臓やばかった俺、無駄な200連を過ごしたのかと思った。ガチャチケット分が補充されて交換できますよと。いや、本当はね、自力で引きたかったんですけど、交換していこうかなと思います。この完璧なね、完璧なる黒見えなちゃん、黒見えななをね、交換していきたいと思います。いきます、交換します。間違ってないよね、黒見ちゃんがシナモロールになってないよね、大丈夫だよね、シナモロールエナナンになってないよね。それはそれでレアだから欲しいな。いきます、交換。やばい、声がやばい、いや、可愛すぎる、これ。待って、演出入るのかこれ。ちょっと待って、初めて天井で交換したかもしんない、やばい、やばすぎる。ちょっと待って、テンション上がる。フューチャリングクロミアンドシロノミアヌもうアナと雪の女王のアナみたいになってる。すごいすごい、待って待って、この衣装着させて、これからこの衣装着させてないの、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これ見て、ちょっと待って、いるんだけど、エナナンが一人、練習のところに一人だけいる、ちょっと待って、練習の欄に一人だけしかいないっていうエナナンっていうね、それが来たよ、やば、ちょっと待って、やばいかもしんないこれ、可愛すぎん、ちょっと待って、な、左下にちょっとエナって書いてあるの分かるこれ。何書いてあるのか気になんない、やば、ちょっと待ってね、練習してちょっと特訓できるとこまで行こうかな。練習をやるんですけど、足りないんかい、足りない足りないんかい。